ハノイリビングの田口です。今私がねいますのは、タイ湖東岸エリアにありますね、ちょうど湖畔沿いの道がこう綺麗に伸びているところが、タイ湖のね中心部に突き抜けて飛び抜けている半島みたいなところがあるんですけど、その先端に近いところ、はい、そのねソムチュア通りっていう通りがあるんですけど、この向こう側に太古の広い湖畔沿いの道があってね、はい、その湖畔沿いの道から一本中に、はい、路地に入ってまたその右に曲がったらこの通りに出てくるんです。はい、この通りで、この通りはねなんていうのかな、はい、右側にね今ちょっと草木でこう茂って見えませんけど、広いねなんとか池みたいなのがあるんですよね、蓮池みたいな、はい、でそこをまあ、めでながらっていうか目の前に通り挟んでこういうねベトナム人のお金持ちの別宅というか別荘というかですね、こういう家があるんですよね。でその中にこういうね白いね、はい、外国人西洋人向け日本人向けのこういうサービスアパートが突然出てくるんですよね。今日はここの中の6階にありますね、はい、綺麗なサービスアパート、3ベッドルーム135平米の部屋が空いてきましたので皆様にご紹介しますね。この通りは見ての通りもう車の通り抜けもあまりないというか、この先まっすぐ行ったら通り抜けできんのかな、この先に住んでる人の袋工事みたいな感じだと思うんですよね。なのでここの辺りに住んでる方の交通しかないんですよ、今こう来てるみたいなね、こんな方々がたまに通るぐらいで、ほとんど西洋人西洋人がバイク乗ってますけど、はい、そういうね静かなね家並みがあってね、今日ご紹介するのはここウエストレイクポイント、あー G かエクセキューティブレジデンス、はい、ここなんですよ、これここの6階ほぼほぼ上層階ですけどの部屋の3ベッドルーム135が空いてきてるんで、そこをね今からご紹介しますね。はい、目の前がこういうねなんていうかちょっとキンキラキンの家、まあお金持ちのベトナム人の、はい、まあ家だと思うんですけど、こんなところも、ああこれもサービスアパートだろうな、そうかそうか、これもサービスアパートですね、この辺一帯はもうサービスアパート、今も外国人の方が出てきましたけど、はい、こういう感じね。はい、じゃあね1階にこうバイクの置き場なんかもあったりして、はい、自由に置いていただきます。はい、で向こうに今捨ててらっしゃいますけど、あとゴミなんかを捨てるねバッカンなんかもあります。はい、じゃあ今から6階に上がってね部屋の中撮ってきますね。はい、じゃあこれから部屋ですね撮っていきます。ワンフロアにエレベーターですね降りて、ワンフロアに1部屋というね、はい、すごく小規模なサービスアパートなんですけど、はい、場所柄って言いますかね、この場所も含めて渋いサービスアパートです。はい、ちょっと見ていきますね。まず部屋の形をね、見ていただきます。入り口入って左側にリビングダイニングキッチンで、右側にベッドルームって言いますかね、はい、一番奥がメインベッドなんですけど、2つ3つですね、こうやって、はい、3つのベッドルームがあって、3ベッドルーム135平米の3ベッドルームのお部屋をご紹介しますね。まずね部屋の形をね見ていただきましょうか。入り口入ってまず左側に行きますね。はい、こんな風な感じでスカーッと、はい、リビングダイニングキッチンがあって、そのリビングの先にですねこういうねもう奥行きの長いこのバルコニーですよ。バルコニーの先はスカーッと包帯がまあ広がってるって言いますかね、うん、こんな感じ、高い建物もないので、まあこのアウトリビングって言いますかね、このリビングの、はい、その外側もリビングって言いますか、もうバルコニーなんですけど、はい、こういうねバルコニーがこう広くてリビングに面してて、リビングがバルコニーいっぱいにこう広がってるっていうね、あれこれはねなかなか、でその先がレイクビューっていうねもうこれは包帯のここに来ないとこういう部屋は絶対に手に入らないですね。金馬とかハイバーチュンじゃ絶対ありえないですよね。はい、こういうお部屋です。非常に希少価値の高いお部屋。135平米の3ベッドルームですね。はい、で、まず形をね、見ていただきたいので、向こうの端から、まあまあ端からというか順番に行きましょうか。ここが一つ目のベッドルーム。まあベッドルームとはいえ、ベッドはありません。ベッドを入れてくれっていう交渉はできますけどもね、独立したエアコンのある独立した机とクローゼットのある部屋、
はい、こことあとね、ここがサブのバスルーム、お手洗い兼サブのバスルームですね。はい、こんなふうな感じですね。はい、ここに立ってシャワーを浴びていただいて、何とも言えないね、このオリエンタルな感じ。はい、トアンティヘンさんの得意技ですこれね。はい、渋い感じ。はい、ここが洗面ですね。まあ電源があるんでね、ウォシュレットつけたければどうぞと、まあ、ウォシュレットまではつけてくれないかな、ちょっとそこは、はい、交渉ですけど難しいと思います。はい、もしくは入れても家賃が上がってしまうかもしれませんね。はい、ここが2つ目のサブベッドルーム。ベッドルーム自身はね、そんなに広くはないんですよね。おっとっとっと、来ちゃった。はい、でこのバルコニーがね、こう何とも言えない、向こうもそうか、向こうの、ベッドルームとここのサブベッドルームがちょうどこうちっちゃなバルコニーにちょっと面してね、出入りができるんですよね、窓があって。はい、まあまあここそんなしょっちゅう出ることはないかもしれませんけど、ちゃんとバルコニーに2つのサブベッドルームが面しているということですね。はい、エアコンも富士通さんの独立した部屋があって、でここがね、はい、洗濯スペースですね、ランドリースペース。はい、これもね、この外、廊下の外に扉を開けて出るって言いますかね。で、乾燥機と洗濯機がセパレートで置いてある。上は台があって、ここも収納ね、棚があって、ここはもう外なんですよ。外なんですね。隣さんとちょっとこう、面が合ってしまいますけど、目隠しするためにこの竹の、ね、盾をね、入れてるって言いますかね。はい、なかなかな感じです。エレクトラックスの乾燥機と洗濯機がセパレート。はい、でこの奥にメインベッドルームが広がりますと。はい、こんな感じです。こんな感じ。ここが一番端ですね。うん、ここは片方こちら側にもちょっとしたちっちゃなバルコニーがあって、向こうはね、もう、まあ、隣の家とか屋根がなんかね、まあ、見えるんですけど、こう、6階なんですよね。6階なので、まあ、ちょっと頭抜けてるかなっていう感じ。あとは、まあ、お隣さんがなんか作ってますよね。これね、作ってますね。もうほぼほぼ完成しますけども。はい。で、その向こうに、3グループが作っている、でかいコンドミニアムですね。はい。で、その向こうが、まあ、包帯がちょっとかすかに見えてますけど、はい、もう一番屋根の上まで来てるので、この下の階ね、5階とか4階に下がると、このメインベッドルームの景色はもう壁になっちゃいますよね。ここから上が抜けてる感じ。はい、6階ですね。で、このメインベッドルームに通じるバスルームがこうありますよと。はい、残念ながらお湯はね、この50リットルなんですよね。なので、まあ、なみなみ肩までゆったり使った後に、そのまんま、はい、お湯でジャブジャブシャワーを浴びていただくっていうと難しいと思います。はい、ちょっと半身浴でしばらく時間かけてゆっくり温めてから、はい、でシャワーを浴びていただくっていうことですかね。はい、でお手洗いとシャワールームはセパレート。ここにもね、電源がね、はい、つけてるんで、ウォシュレットはいつでもお好きにどうぞという形までは整えてくれてます。換気扇もあって、これも湿気飛ばしの窓がね、ちゃんとつきます。細かい、ちっちゃいんですけど、これちっちゃなバルコニーがあるんですよね。はい、こんな風になってる。うん。まあ、機能的な感じで悪くはないですよね。オリエンタルな、家具調でね、はい、とうとうの洗面があって、下もね、引き出しがあります。はい、こういう感じなんですよね。はい、どうでしょうか。スリーベッドルーム。廊下もね、まあまあ広くてね、これなんというかな、日本の規格じゃないというか、廊下広いんですよね、幅がね。はい。家のちょうど真ん中あたりから、入り口があってね。で、ここは非常階段です。非常階段。非常階段。人感センサーで人が動くと光がね。はい。基本的にはワンフロアに一つ、エレベーターはしっかりつきます。うん。というのがあって、じゃあまあ細かいところ見ていきましょうかね。まずね、シャープの両開きのね、冷蔵庫ですね。で、棚とかもしっかりこうついてて、はい、ずーっとこう棚がありますよね。で、ここもビルトインのオーブン。ね、新しいですね。綺麗です。ちゃんとね、もう磨き抜いてますよね。全然汚れてません。ビルトインのオーブン。オーブンがあるということは、電子レンジもここに。パナソニックさんの電子レンジがしっかりとあります。IH のクッキングヒーターですね。IH の二口ですけどもね。クッキングヒーター。フィリップのポットに、まあ、包丁。
キッチンシンクもこれぐらいあってまあまあ使いやすいかなと。はい、台がこのキッチン台がここ、この後ろがダイニングテーブル、その向こうがソファーでテレビっていうね、こういう感じです。どうでしょうかね。まあもちろん何でしょう、キッチン周りの用品はねこんな風に、ね、つけてくれてるので、まな板もありますよね。まあなんでしょうね、そんなに、あ、お鍋、大中小、フライパン、はい、この辺はもうしっかりと炊飯器、パナソニックさんの炊飯器をつけてくれてますね。はい、特に問題ないかなと。下も綺麗ですね。キッチンシンクの下も綺麗です。はい、しっかりとね、まあここ築何年か概要欄に書いておきますけども、はい、そんなにもうピカピカの新築ではありませんが、何人もね人が変わってここ住んでらっしゃいますが、人気がねなかなかあるところで、こういうなんて言いますかね、眺めがねついてくると言いますか、スーッと開けて、開けても音ほとんど聞こえない。なぜならば下はもうこういう路地ですから、向こうの方からずーっとねちょっとこう池、蓮池のような池がそこにあって、お隣さんもアパートなんですよね、うん、でずーっとこう池沿いの道をこう来て、でさらにちょっと車幅がっていうか、こう道幅が狭くなったところに1階の入り口があるんですよね。でこの向こうもずーっとこんな感じ、ここ全部、まあ、サービスアパートですかね。はい、こんな風になってます。もうぎっしりと今お住まいになってらっしゃいますよね。はい、ここの向こう通り抜けできないと思うんですよね。どうなのかな、車はもう行き来できないですね。だから普通も金馬とかね、もう外開けた瞬間にゴーピッピッピッっていう音がもう鳴るんですけど、全くなりません。静かなもんですよね。向こうに見えてるのが、オークウッドレジデンス、その向こうは、サマセットウエストポイントが見えてますよね。向こうの方に白く見えてるのがシェラトンホテルが見えてます。はい、右の方に行くと向こうの端に立ってる高いのがあれロッテセンターハノイ、あとはその横にあるのがメトロポリスですよね。はい、キャピタルプレイスも見えてます。まああそこは金馬ですよ。はい、この向きがちょうど南向きですね。はい、このベル、このバルコニーの、はい、このバルコニーのこう見ますよね、ちょっと右側、ここ、これが南です。はい、でほぼ南側に向いてる、向きがね。でその南向きに開口部があって、この間口ですよ、この間口、はい、この間口がドーンと広いですね。はい、でダイニングテーブルがあって、 L 字型のこうソファーがあって、コーヒーテーブルで、はい、こう薄型のテレビという風になってます。もちろん Wi-Fi なんかもついてて、はい、これはおそらくですけど、LAN ケーブルが見えてますから、まあまあ、はい、LAN ケーブルの口がありますよね。よいしょ。ここが LAN ケーブルの口ですんで、まあ、ケーブルをつなげば、ネット TV ですよね。はい、スマート TV になります。Netflix とか Amazon プライムとか YouTube なんかは見ることはできます。はい、上はシーリングファンが回ってて、富士通さんの、全部富士通さんのエアコンですね。大型の、はい、でちょっとした棚なんかもこう切ってやってね、まあ、何を入れるかっていうのはね別にして、はい、まあまあ棚はないよりあった方が絶対いいんで、はい、キッチン周りねこんな風な収納があります。でここが圧巻のバルコニースペースですよね。はい、まずこうなってます。上も部屋があるんで、ここが屋上じゃありませんから、はい、屋上の真下じゃありませんのでね、暑くならないと思いますんで、そこは大丈夫です。はい、ここがリビングダイニングキッチンですね。うん、で廊下があって、あと先ほどちょっと見ましたけど、はい、机とクローゼットだけ、クローゼットもまあこれぐらいかな。はい、上と下とねあって、はい、まあこんな風に洋服掛けですね。ここが一つ、まあベッドルームの数だけこの収納がありますし、こう机もあります。はい、でここもちょっとした、はい、バルコニーですよね。こうバルコニーにこうね、なんか向けて切られてるって言いますかね。はい、ここ全部壁だったら暗いんですけど、そうではありませんよと。うん、まあ、ただまあ電気がちょっとね薄ぼんやりなんで、ちょっと暗いかなっていう感じはしますから、もうちょっと白色の電灯に変えてよっていうね、そういう交渉はしてみようかなと思います。
富士通のエアコンがついてますね。ここが入り口でした。もう一つ、ここはさっき見ましたね、はい、サブの、バスルームとトイレと、でここが、はい、2つ目のバス、ベッドルームですよね。ここはこう流し戸というか、はい、でこれが、あの金庫ですよね。ナイロンとかもついてますし、替えのシーツとかね、はい、ちょっとこう背が低いですね。はい、こんなクローゼットですね。でこの上はもうドーンとね乗せておけるような、何でしょう、スーツケースを掘り上げるということもできるし、ちょっとした棚もこう切ってありますよね、うん、でここは先ほどの反対側のバルコニーに面した、はい、ところですね。ベッドもまあまあまあちょっとちっちゃな、あのシングルに近いんですけど、もうちょっと幅があるかな、これシングルとは言えないぐらいの中途半端ですけど、まあまあ大きめのシングルベッドがあります。富士通のエアコンと、はい、まあここはねランドリースペースは外なので、はい、ここ外ですからね、ちょっと暑いですけど、まあだいたいここ、まあ、外に出しておくのが普通かな。雨風にね触れないようにこうやってこう蓋をしてね、であれば壊れにくいですし、もともとこう乾燥機は温風が出るんで、なんであの室内にあったりちょっと暑いんで、まあ、ここがちょうどいいんじゃないですかね。これ外に置いておくっていうね、この、 あの設計は僕はいいと思います。はい、でメインベッドルームという感じですよね。メインベッドルームには机はつかないのか、まあ、こんなのはありますけど、これ机じゃないですよね、ほぼほぼね。はい、でメインベッドルームに通じるこのバスルームがねちょっと圧巻の、はい、あの広い感じですよね。でロールカーテンが切ってありますが、もちろんこうやってね、はい、窓を開けれます。隣はまだ工事してますが、隣の屋上がここに来るということで、居室じゃないんで、はい、まあ、そんなに目がねしょっちゅう合うわけでもないかなと、はい、というような感じですね。バスルーム、お手洗い、はい、135平米です。はい、あとここもあったか、こうメインベッドルームですけど、メインベッドルームのここに収納が、おお、そうか、こうなってしまうのか。メインベッドルームの割に収納はここちょっとちっちゃいですよね。ここしかないか、そうか、ここしかないんですよね。あとはもう全部、はい、棚がないので、そうか、メインベッドルームの収納はあそこの細い、はい、ところだけになっちゃいますね。はい、それ以外のところがまあ普通、あと2つあるんで、そこの収納と、はい、いうことになりますか。はい、こんな感じですね。135平米、まあ、家賃とかねそのあたりは、はい、あの概要欄に置いときますんで見てください。3000ドルもいきません。ここはサービスアパートですから、はい、トアンティエンさんが一生懸命やってるサービスアパートなんで、はい、あの全部の仕様が一緒で、はい、まあ、確立したね、はい、家具と確立したサービスを込みでやってます。はい、税金管理費もちろんね、レッドインボイスももちろん、切ってくれます。はい、ハウスキーピングのサービスも週3回、はい、ね、掃除も洗濯も全部やってくれます。はい、インターネットももちろん見れて、日本の番組なんかも、16チャンネル視聴できるようなサービスもつけてくれてます。で飲み水ボトル、これですね、ラビのね、飲み水ボトル19リットル、これも2本、月に2本ご提供しますよと、もちろん、はい、ウォーターサーバーのリース料も家賃に含まれてますと。はい、でここにある家具とか電化製品一切全部、うん、もう家賃に含めて、まあ大体これでね、2500ドルをちょっと超えるぐらい、3000ドルは切ります。135平米です。はい、2500というと、フレーザースイートであれば、ワンベッドルーム、55平米のワンベッドルームが、大体2500ドルぐらいですかね。2000から2500かな。はい、っていうような感じなんで、まあもちろん、ああいうね、5つ星クラスのホテル兼サービスアパートに比べれば、まあもちろん、はい、そこまでのレベルではないんですけど、まあ、なんでしょうね、朝食とか、プールとか、フィットネスジムとか、はい、そういう維持費のかかるものを一切合切全部排除して、ただ部屋の広さを広くして、静かなところに建てて、はい、それでしっかりとサービスをつけますよっていう、民間のね、ベトナム人の達者なオーナーが一生懸命やってる、こういう、サービスアパートもあるんですよね。これが2500ドルちょっとぐらいですね。この6階の部屋で。はい。だからまあ、何を取るかですね。はい。
もう受付レセプションから英語でこんにちはって挨拶を受けてね、はい、ああいうもうホテルバリのサービスを求める方はここではないとは思うんですけど、いやいやもうそこまで行かなくてもきちっと住めて静かであればいいよと、はい、でまあそこそこのやっぱ広さを求める方ですね、はい、でそういう、まあ、フレーザーのようなところにお住まいになってた方がちょっとまあまあアーバンホテルのような感じでちょっともう飽きてきたんで、まあ、ちょっと最後はローカルでもいいから、はい、スカッと広いところで、こういう包帯の眺めとかね、ここに来ないとないようなね、はい、こういうようなところで最後過ごして帰りたいみたいな、はい、そういうような方ですね、はい、がこの部屋に合うんではないでしょうか。どうでしょうかね。内覧等のね、ご希望であればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください。はい、ソムチョアなんで、本当金馬じゃない、タイ湖の東岸エリアですね。太古の東岸エリアにあります湖畔沿いからちょっと一本、路地に入った先、はい、路地に入ってるからこそ静か、はい、路地に入ってるからこそ静かな、はい、ちょっと希少価値のあるこのレイクビューの、小鳥もさえずってますけどもね、こういうアパート、はい、なかなかありませんが、はい、今空いてきてますので皆様にご紹介してます。いかがでしょうかね。以上レポート終わります。